けよう。You、そばにいるからいつも一緒に歩いていこうね。石段駆け上がり、見渡す景色は広い海、そびえる富士、空に届く工場の煙、見慣れた街並み、落とした僕の涙、乾かして笑ってくれた僕も笑い返した。引き出しの中に隠していたくしゃくしゃの富士市役所の筋肉王こと福島ゆうきです。よいしょ。明かりをつけましょう、ぼんぼりにお花をあげましょう、桃の花。ひな祭りですね。もともとはこのような紙の人形に自分の汚れを移して川に流すというところから広がっているんです。だんだんとこの人形を作る技術が上手くなっていって、すごく素敵な人形になって川に流すという形から飾るというひな祭りに変わっていったんですね。季節の変わり目は体調にも注意したいですね。それでは今回の富士広報室は富士市トピックスをお送りします。この事業は大型トラックのボディを有効活用して富士市の魅力を全国に発信をしようということで、6年前からスタートした事業でございまして、左側にはですね、この富士市から撮った富士山の写真、1台はですね、朝日に照らし出された美しくまた雄大な富士山の姿、そしてもう1台の方、青と黄色のコントラストが大変美しい富士山とドクターイエロー、この2つの写真はですね、富士市からでなければ撮れない富士市ならではの魅力であるというふうに考えているところでございます。そして、右側にはですね、昨年度から共通のデザインとして使わせていただいております、葛飾北斎の、富嶽36景、そのうちの3枚、富士市から描かれた浮世絵であるというふうに言われております、この3枚をあしらっております。どれもですね、富士山のこの富士市の素晴らしさを描いている、そのようなでございまして、これによってですね、この富士市を大いに PR できることができるんじゃないかなと期待をしているところでございます。また、富士市民にとりましても、このトラックを見ることによって改めてこの富士市の魅力、素晴らしさを認識していただいて、富士市に住むことを住むことについてですね、誇りに思っていただく、そのようになればですね、さらにその効果が絶大ではないかなと期待をしているところでございます。
3、2、1、どうぞ。出席者の皆様、ありがとうございました。富士山の町富士市、そして上の町富士市をですね、このトラックがね、日本全国、走りまして、走る広告塔として、富士市をね、日本全国の皆さんに認知していただけるように PR できたなと、そのふうに思っております。このゴミ何ゴミ？問題、乳白色の瓶は何ゴミでしょう？正解は埋め立てゴミ。空にして出してください。詳しくはウェブサイトへ。シティプロモーションペーパーバッグできました。富士市の魅力的なものや場所がデザインされています。持ち手が富士市産の紙バンドになっています。持ち手を留めるボタンが富士市のブルーベリーをイメージして青色にしてあります。側面に富士市ブランドウェブサイトと富士応援部ウェブサイトの QR コードを印刷してあります。価格は1袋税込み330円です。販売場所は以下の通りです。かなり簡略化してデザインしてます。防水で結構丈夫なのでいろんなシーンで使えると思うんですけど、何回も使い回していただいたら嬉しいですね。で、横に QR が入っているので、この QR から飛んでいただいて、いろんなものに興味を持ってもらえるといいんじゃないかなと思いました。私は普段はなんかもう買い物のエコバッグの代わりにも使ってしまおうかななんて思いました。本当に可愛いので持っていて、周りがこのバッグ何なんて注目してもらえるといいなと思います。このバッグが富士市全体とかに広まってほしいです。はい、じゃあにっこりお願いします。はい、どうもありがとうございます。クイズ、このゴミ何ゴミ？問題、スリッパは何ゴミでしょう？正解は燃えるゴミ。サンダルも燃えるゴミ。詳しくはウェブサイトへ。決めだよ。じゃあ、はい、で、オリーブ。お願いします。みんなのために、ネームスワップを、作成しました。小学校に行くと、持ち物など増えるので、ぜひ持ち物につけて自分のものだと分かるようにしてください。やっぱり僕たち来年から、僕は就職なので来年からこう社会のためになる、貢献するために、いい機会かなと思ったので、制作しました。このストラップを来年から小学校に行くということで、も自分のものということが分かるようにすることや、記念品ということで思い出に残るようなものにしてもしてほしいです。ストラップもらってどんな気持ちでしたか？嬉しかったです。どんな気持ちでしたか？嬉しかったです。このストラップどうやって使おうと思いますか？学校に行くときです。大事に使いたいです。
手作りのものを持たせたいっていうお母様の気持ちを形にするお手伝いをしたいなと思いました。いつの日かそのお子さんが親になった時に自分も子供に手作りのものを持たせてあげたいなって思ってもらえたら、それが私の頂きだと思います。茶園の富士っていうのはもう本当に富士山があり、それから茶畑があり、それから伝法沢が流れてる、まさにこの土地だっていうふうに思ってます。本当に大勢の人たちに訪れていただきたい、何度もそれはもう何回も思います。私にとっての頂きはこの地元、富士市の愛着のあるロゼシアターで地元の方に来ていただいて満員のライブをすることです。愛を持ってたくさん伝えられたらいいなという思いを込めてお届けしたいと思います。グループの皆さんと楽しくできるっていうことですね。そういったあの交流と親睦が深めるということ、これが非常にいいことだと思うんです。これからの人生はね、本当に青春でいきたいと、こんなふうに思ってるライフ。私たちできる人ができることをということを合言葉に活動するんですけど、そのジャンルを超えていろんな世代も障害も全て関係なく、みんなが詰まってお互いにこう助け合える、その優しい気持ちで街づくりができたらいいなと思っています。今回の富士広報室は富士ストピックスをお送りしました。エンディングに今日の筋トレはこれだのコーナーで締めたいと思います。今回は柔道をやっている方に向けた筋トレを紹介したいと思います。筋肉があればもう少し強くなるのにな、でもどうやって筋トレをすればいいんだろうと思っているそこのあなた、何事も絶対っていうのはありませんが、柔道が強くなる可能性がある筋トレを紹介します。今回皆さんに紹介する筋トレはブルガリアンスクワットです。もう普通のスクワットじゃなくてブルガリアンスクワット、非常に大変なトレーニングです。この椅子を使ってやってみましょう。足を片足乗せます。このぐらいのスタンスをイメージしてこのまましゃがみ込みます。上がる、しゃがむ、膝が地面とすれすれまで頑張って下がってください。そして上がると、上体は前傾になりすぎず上体をしっかり立てて行いましょう。空いた時間に10回3セットを目標にやってみましょう。それでは今回の富士広報室はこの辺で。